ということでね、ふざけたオープニング作ってみましたけど、どうだったでしょうかね。今回ガチャ1回だけしか引かないんでね、なんかどうしても短くなっちゃうので、たかが1回引くぐらいなんですけどもね、ふざけたオープニング作ってみました。はい、お許しください。ということで、課金してきましたよ、500円。モバコイン、初課金です。500円ですけども、500モバコイン分をね、第1弾、第2弾、第3弾、第4弾、第5弾あるので、まず第1弾のね、課金分いってみたいと思います。本当はね、11年をね、それぞれ第1弾、2弾、3弾、4弾、5弾で1回ずつ引きたかったんですけども、まあそれはさすがに、ね、やりすぎかなと思って、まずはね、軽く課金ということで500円分課金させていただきました。ということで、ね、オープニングでも書いた通り、信じます。本当に虹が出ることをね、信じますよ。10% の壁を、引き当てたいと。10% のね、確率を自分のものにしていきたいなと思っています。ということでね、一回勝負です。すいません。本当は11年やりたいんですけどもね、さすがにそれはやりすぎかなということで。まあ、なんですかね。狙いは、まあなんか来ればいいです。虹が来ればいいです。で、なんか今日夢であれなんですよね。ノーマル装備召喚でアイスウィップ出る夢が見ました。なぜか知んないけど。ということでね、まずね、ノーマル装備召喚いきます。まだ引いてないんで。いきます。まださっき、まだね、こっちで。運試しを。安定の銅ですね。星1と。なるほど。じゃあ行きましょう。必殺技フェス第1弾。レア装備召喚。97ボマコイン使います。一発勝負です。いきます。いきます。購入。すいません。ちょっと録画中断されました。今行きます。お願いします。来た！揺れてないけど虹が来た。やば。超びっくりしたんだけど、すいません、今ちょっと録画中断されたんですけど、すいません。やっぱり信じれば来ますね。サスケの刀。やべえ。ちょっと今びっくりして何、ちょっと言葉が思いつかないんですけど。え、やば。ちょっと見ますね。あ、こっちなんだ。え？初課金が2時後ですよ。レアリティ高いじゃん。刀か。でもセブン入るときはセフィロスに多分サスケの刀持たすより僕マサムネブレードセブンのね刀の星4のやつを星5にさせたものがあるんですけど多分そっちは強いんで、まあ、セブン以外でセフィロス使うんであればサスケの刀って感じですかね、まあ、一応あとクラウドにもつけられますけどクラウドマテリアレコードで剣をつけたら攻撃力が若干アップするんで、まあ、刀よりは剣の方がいいかなって感じですけどクラウドは。はい、ということで、サスケの方に来ました。びっくりしたわ。はい、ということで、課金してよかったです。1回目、ね、第1弾フェス。まず、サスケの方が出ることができました。ありがとうございます。ということで、ね、本当に今回短い動画でしたけども、ここまでご視聴してくださった皆様、本当にありがとうございました。なんとか虹が出ることができました。本当に 10% ね、引き当てると思いませんでしたけども、よかったです。ということで、次回第2弾フェスですね。1回だけ引くのか、もしくはね、内容見て決めますけども、11年引くのか、その辺まだ分かんないですけども、まあ、今回は第1弾はね、虹が来たので、これで終わりたいと思います。続いて第2弾ですね、お楽しみにしてください。まあ、その前にね、何かしら動画を上げると思いますけども、日がちょっと空くんでね。はい、ということで、今回の動画はここまでしたいと思います。チャンネル登録ね、お済みでない方いらっしゃいましたら、もしよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。以上、ゆうでした。バイバイ。